古い車になると太陽の紫外線で劣化して表面が黄ばんでくるんですね、はい、うんうん、見違いましたね。暮らしのマーケット大学です。今回は車内清掃です。登場いただくのはこちらの方です。トータルリペアアンフィニの片岡と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。片岡さん、今回はヘッドライトのクリーニングとコーティングを依頼させていただこうと思うんですけれど、はい、このような感じで、古い車になるとヘッドライトがプラスチックでできているものですから、太陽の紫外線で劣化してこういうふうに表面が黄ばんでくるんですね、はい、で表面の黄ばみを一回箱をはぐって、でそれに対してコーティングをかけることで見た目がこうクリアになる、うんうん、はい、こちらは片岡さんの店舗では車内清掃のオプションとして提供されているということですか、はい、そうですね。車内清掃と同時に、はい、ヘッドライト のクリーニングとコーティングをご依頼いただくと、はい、半額で作業できますので、まあ、通常、まあ、このクラスだと6000円、うん、半額の3000円でできるということで、最初からご依頼いただくお客様もいるんですけど、はい、私の方からお勧めさせていただいて、はい、じゃあお願いしますっていう形で依頼される方の方がどっちかというと多いですね。そうなんです、ね、はい、おすすめのオプションということですね。そうですね、はい、ありました。今回作業内容の方は企業秘密ということで、お見せはできないんですけれども、まあ、ヘッドライトクリーニングのビフォーアフターとヘッドライトクリーニングをするメリットというところにも教えていただこうと思います。それでは片岡さん、早速よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。これかなり見違いましたね。まあ、見た目も当然、はい、まあ、新車ほどではないですけど、はい、まあ、クリアになるんで、うん、全体的にこうパッと見新しくなったようなイメージにも見えますし、あと何よりいいのがやっぱり運転しててやっぱりヘッドライト自体が明るくなるんで、うんうん、安全面ではかなり貢献できますので、はい、おすすめです。大満足ですね、はい、これは効果はどれくらい持つんですか？実際今の作業をして、はい、コーティング剤が硬化するまで2日間かかるので、その2日間の間はできるだけその機械洗車は避けてもらいたい、はい、機械洗車のブラシが硬化してない状態でブラシかかれると表面剥いちゃう形になっちゃうので、はい、それを保っていただければ外のに置いてる状態で半年ぐらいはクリアな状態が保たれていて、でその後だんだんやっぱりコーティングがこう剥がれてくるので、はい、徐々にこう黄ばんでくるっていう、ずっとこのクリアな状態を維持したいって言ったらやっぱり、まあ、なるべく日光に当てないとか。そうですね、もうそれしかないですね車庫に入れておくのが一番なんですけど、うんうん、逆に言うと車庫に入れてる車はここまでやっぱり黄ばんでこないので、定期的なメンテナンスとしてもすごくおすすめですね。そうですね、ガラッとこう見た目が変わるんでやった感はありますね、はい、最後にこの動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。コメント欄に一言でも感想いただけると励みになります。またこの YouTube チャンネルに出演したいというプロの方いらっしゃいましたら、ぜひ暮らしのマーケットまでご連絡ください。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いします。